です。今回のエスカンセティビーは第152回目のエスカンセティビーです。先週末は、天候の悪い中でしたが、皆さん試合にはたくさんの応援を送ってくださって、どうもありがとうございました。それではまずはじめに週末の試合をハイライトで振り返りましょう。どうぞ。諦めようと思った魂が願う夢を、もう何度も違うって全てを投げ出したくなって、どうしても後ろばかり見てる。だけど閉ざされて、この先に道はないって感じた時、誰の期待も見えなかった。魂が願う明日を、エスペランスユースの小野寺匠です。2試合連続点決めれてすごく良かったです。チーム的にもこの前の敗戦からすごく成長して良かったと思うし、残りの試合も負けずに、しっかり今年終われるようにしていきたいと思うんで、応援よろしくお願いします。ハメマリア、ワンドシェラスミア、弁護理数コーナー、イエーイ。今日は場所の聞き方と答え方を勉強します。はい。おなかちゃん、どうした？おなかちゃん、どっかいなかんじゃん。ラセイ、ボイのアラボイ、ボイのセイ、チャオ。まず最初に私は、カオちゃん、もしもしカオちゃん、今どこにいるの？と聞きました。どんでというのは、場所を表す疑問詞で、その後にナムちゃんはエスタス、あなたはという、動詞をくっつけて文を作ったので、あなたはどこにいますかという質問になりました。私はそれに対してジョ・エストイ・エン・ラ・カンチャというふうに答えました。エストイは私がどこどこにいる、ラ・カンチャ、グランドにという意味です。皆さんぜひ、どこどこに行くっていう時に使ってみてください。ここでお知らせです。新中学1年生のセレクションの日程が決まりました。9月26日と10月3日の土曜日、1時間でやります。皆さんのたくさんの応募をお待ちしています。またその他にも、U15 女子チームの練習参加も、応募していますので、皆さんぜひ木曜日の練習に、小学6年生のサッカーでやりたい女の子、ぜひ、遊びに来てください。今週末はトップチームの県立1部リーグの試合があります。対戦相手はムツーラで、カモメパークで5時キックオフです。ぜひ皆さん、エスペの試合を盛り上げに会場まで応援に来てください。今回のシューズ TV はここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週、バイバイ。